皆さんこんにちは、昨日の戦いでちょっと思ったことがあって、ここいけんのかなっていう、ドッカンバトルね、やってる方は分かるんですけど、属性が属性なのでどのぐらいガードできるのか気になりませんか。まあ俺は気になるんだけどね。ちょっとやってないんでやってみたいと思います。Z ハードですがやっていきたいと思います。はい、パーティーこれでいきたいんですが、どうしよう。今回はこちらですね。ちょっと占いババ必殺技封印、ちょっとこれマジ怖いんで、これを持ってきたいなと思います。うん、そのぐらいかな。ちょっとこれで行ってみますか。行きましょう。まあいけなかったら多分動画にはしてないと思うので、出てたらまあいけたと思ってください。それでは気力求めいきます。やっぱ技封じからだよね。技封じは重要です、本当に。結構取れるね、ここ。6いこうか。気力入っててくれ。入ってねえな。あ、いいじゃん。いい感じに取れてますね。どうしよう、ここ。ハテナにかけるか。はい、ラスト気力取って。再度見ましょう。いけるかなこれ。さあ早速、どうしようかな。ここ必殺技打たれたら怖いんで、ちょっと一回ねガード見てみたいっていうのもあるんですよね。どのぐらいガード食らうのかで、必殺技まあ打つ可能性もあるので、戦闘でね。あ、来た、よかった。かなりガード効くんじゃないって言っても5万。ちょっと待って、って言っても5万だぜ。いやいやいや、次いけるかよ。おい、まあ行くしかねえよな、ここは。まあ、ただこう必殺技打っても意味ないので、この紫とウイスは打てたら、まあ気絶は持ってるからいいと思うんですけど、まあ、ここは完全にガードしていくしかない。全然食らいません。で切れさせて、その後だよね、その後にめちゃくちゃ弱くなると。ここガード使っとくか。まあ、必殺打っても打った方がいいのか。できるだけ打った方が切れると。うん、いやでも7万食らうんねこれ。はい、でガードは5000、いいじゃん。さあ切れちゃったけど、切れちゃったよ。これでいくしかないよ。
3万まあここで技封じはしてるから大丈夫。ここを打たれたらきついな。ここで必殺技絶対に避けなければいけない。いや紫とこのベジットの組み合わせ、ここは完璧ですね。じゃあとこ2ターン2ターンじゃない3ターン耐えなきゃいけないのか。まあでもこれで耐えれるでしょう。うん、まあ、必殺技打っても関係ないので、まあ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 ウィスでね気絶してくれることを願うだけですね。あとはウィス気絶してくれ。おお、ここ辛くねここ辛くね。ちょっとエンマ使いましょう。まあ、あと回復だよね。うん、でもいいか。ここでうん、まあ、打っても意味ないんだ。むしろ打ったら食らっちゃうけど、まあ、打ってみよう。うん、うん、ガーザ強えんだわこいつ。はいはいはい。でここは安定に行くと、よしよし。でガード OK、 反撃で反撃、うん、よし眠っちゃったぜ。ここだよ、ここここで、ここで行こうか。おい患者かよ。渋い。渋い。これ当てていくしかねえな。いやこれ色変わってくれればな、属性変わってくれよ。 Z ハードでこれはねちょっとね強えと思うマジで。あ来た来た来た
マジか。もういいじゃん。長くなりそうだな、これ本当に長い戦いだよ。ここ乗り切ってあと3ターン。さすがウィスさん。もう削ってっか、削ってこ、関係ねえよ、削らせよう。まあただね、青髪やっぱ属性やばいね。ここの属性だとちょっとあれ危険があるわ。いやマジゴールデンフリーザ欲しいんだよ本当に。 80% 軽減のゴールデンフリーザ。気絶来いよ。来た、ナイス。いいね、よし、いいね。意外に早い、20分はかかんなそうっすね。だ Z ハードでこの時間かかっちゃうとな。結構強い方だと思います。はい、ここはガード、よし。よし、でもやっぱね、最後眠りづらい時にがっつり削って終わらしたいんだよな。うん、受けてくれ。よし、寝た。さあ片付けようか。やっぱこのブルーのね力を見に来たので、ここ見してもらいましょう。全然食らわねえ全然食らわねえ。うん、強えよ。おい、まさか最後お前か。ここが空気読むんだ。やっぱベジットか最後は。はい、終わりだ。どんぐらい ?15 分ぐらい ?OK。いやー、あんまだったな。ビルスはね、これ Z ハードまでなんで、ちょっとスーパー早くお願いします。ちょっとスーパー戦ってみたいわ。まあ、もちろん、多分地属性のパーティーで挑むと思いますが、はい。やりたいっす。早くやりたいっす、スーパー。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。